オウム真理教にいた時に上祐さんが恋人を教祖に献上したというのは本当ですか？これは間違いだと思います。オウムでは出家修行というのがあって、恋愛関係というのを規制していましたから、それゆえにですね、そういうふうになったんだと思います。あと、まあ私がオウム事件が起こった後のメディアで、要するに教祖鬼であれば恋人を献上してもいいと言ったわけではないんですが、なんかそういうふうに捉えられるような話をしたのかもしれません。それは単純にオウム真理教の恋愛を遮断する教義に関して、ないしは教祖を重視する教義に関してお話したつもりだったんですが、それからなんかおひれはひれがついて、それが実際のものになった。確かに出家前に恋人だった者と共に私は出家しましたが、出家後にその元恋人が教祖と男女関係を形成したということはないと思います。単にまあオウム真理教の教義的特徴、これを表したものだということですね。まあオウム真理教自体は出家者ですね、これには恋愛を禁じてますが、それが聖護士といわれる一定のステージ、これに行きますと、まあ恋愛結婚というのがこう認められるっていう制度、これがあって、まあチベット仏教でいうと一種チベット仏教古派任魔派ですねと似てると思います。40歳ぐらいまで修行してお坊さんになって、それから結婚して子供が生まれて、で子供がまた出家してっていう、そういうサイクルですね。仏教に関する男女関係性の規範は結構複雑な経緯をたどっていて、インド初期仏教からチベット仏教、中国、日本と様々に変遷してきました。まあ一応これだけ申し上げておきます。